はい、こんにちは、たかちゃんです。今日ね、ちょっとニュースちょっと見てたんですけれども、つい先日試合した、タイソンと、ロイ・ジョーンズ・ジュニアですね。はい、あの試合で、まあ試合後、まあタイソンが告白したんですけれども、まあタイソンはもう大麻を吸っていたっていう、話をされてましたね。はい、それはもう日常的に練習中も大麻を使っていて、で試合の時も大麻を使っていたと。でこれでちょっとなんかざわざわっとこう、まあ問題になってますよね今。でまあ自分が思うに、まあまあタイソンはタイソン農園っていうところ、タイソン農園っていうので、まあ大麻を作って、まあ販売もしてます。でまあタイソンがそのいている州がカリフォルニア州で、でカリフォルニア州ではまあ医療用の大麻と、もう娯楽用の大麻も合法になってるんですね。だから別に、問題はないと思いますし、でまあ試合会場もカリフォルニア州で、なんで別にまあまあそこもいいかなと思うし、あとそうだ、ドーピング検査ね、ドーピング検査、まあ今回エキシビションでもまあまあやったみたいなんですけれども、そこの中に大麻禁止はまあ除外されてたってまあ書いてましたね。だからまあ全部大麻は別にまあ OK やったんかなと思いますね。はい、まああの試合に関してはだから別に何も、問題はないと思いますけど、まあ言ってるのが、まあ問題はまあ大麻をしてるから、まあ他の国とか行ってまあ試合する、例えばなんかフランスとかなんか日本とかにまあなんか来る予定やってみたいな感じやったんですけれども、まあまあそれはもう禁止っていう形に多分になりますよね。こっちではだから試合はまあできないですけれども、その合法で認められてるんで、まあそれやったら別にそこの、ただまあ今回やったカリフォルニア州でやれば別に全然問題は僕はないと思いますけれども、だからまあまあね、周りがそんなに騒ぎ立てるのも、どうなんかなと思いますね。はい、まあできればまあそらしてない方がいいんですけれども、まあしてても別にね、娯楽品って言ったらまあもう完全に日本で言ったらまあ言ったらタバコみたいなもんですもんね。だから別に僕は気にしてないです。ただ他次ね、試合相手ですよね、これがまあ次いけるかどうかっていう話がちょっと出てますけどね、さすがにやっぱりちょっとね減ってるかな、減るっていうかなっていう、ちょっと考え方がみんな変わるんかなっていう気がしますね。でも今回まあそのファイトマネー10億ドルですかね、その金はもう慈善団体の方にも全部寄付するとかも言ってましたんで、だからまあそういうのも別にね、いいと思いますけどね。まあ僕は個人的にはあんな試合を見れて十分まあ良かったと思います。はい、光栄っていうのもおかしいですけれども ね、15年前の姿をまた見れたっていうので、はい、とても良かったと思うんで、別にまあこれから試合をやるやらないはまあまたあちらの方のボクシングの WBC のまあルールでまた決めたらいいんじゃないかなと、思います。まあそれだけですね。まあね、だいぶタイソンに本当、まあ、またタイソンとねまた勝負してほしいと思いますけれどもね、僕は。はい、まあなんかもうずっとタイソンはまあタイマーやってたみたいですけど、いいじゃないですか。はい、俺はそう思います。まあまあ今回はまあ以上です。またまあタイソンの試合が見れることを願います。はい、では。